雪がしんしん降る朝は剣立山黒部は寒く、ゆきちゃんの頼りは麹味噌、心ほのぼのお味噌汁、恋しいな母さんの味、あやっちゅ日本海味噌。はい、というわけでございまして、皆さんこんばんは。今までね、このチャンネルではいろんな食べ物のレポート、食レポっていうものをやってきたんですがね、今回ちょっとね、趣向を変えてというかですね、いつもとはちょっとかなり違ったものの食レポということなんですが、食になんですかね、これね、食レポなのか飲みレポなのか分かりませんが、ゆきちゃんの日本海麹味噌、日本海味噌ですかね、こちらの方の、食レポをするということなんですが、もういきなり出だしから歌っておりましてね、ただ食レポをするだけではなく、歌ってみたと食レポを合体してみたみたいなね、ちょっと不思議な、コンテンツをね、コンテンツというかね、そういうものを作ってみたら面白いんじゃないかなと思って、このような動画を今お送りしております。じゃあね、歌の方もね、フルバージョンは以前もう投稿しておりますのでね、立山黒部ではないんですがね、あちらの方のね、日本海側の美しい風景に合わせたね、動画というのを以前投稿しておりますんでね、歌の方はそちらで、聞いていただくとして、今日はね、主に食レポということでね、ちょっと歌がどうしてもね、こう頭の中に入ってくるんですけどねはい、はい、これもうエンドレスに流れますんでね、じゃあこのね、素晴らしい郷愁をかきたてるこの素晴らしい曲に乗せてね、食レポをしたいと思います。早速食べましょうかね。よいしょ。お味噌汁だから飲むってことですね。なんとも、もう一口。なるほどはい、出ました。いや、出ましたってよくわかんないけど、一応ね、飲んでみたんですかね、私ね、日頃あんまり味噌汁を飲むということ自体があまりなくてですね、で、一応以前買ってたのが料亭の味っていうね、ライバル会社が作ってるやつのさらにそれのインスタント版みたいなのはね、たまに飲むことがあったんですが、全部もうなんとかお湯に入れるだけなんですよね。でもう味の素とかね、アミノ酸とかもう具とか全部入ってる、そういうものをね、飲むっていうことでね、なかなかこういう、昔ながらの味噌汁っていうのはね、なかなか日頃飲む機会ってそんなに多くないかなということもあるんですがね、今回ちょっと、もともとはね、この日本海味噌の歌っていうのがね、ゆきちゃんの歌っていうのがね、大変にいい曲だなぁと前から思ってたんですがね、いつか歌ってみたい、やってみたいなと思ってこの間やったもんですからね、なんかね、それをきっかけにね、ただ歌って終わりじゃなくてね、じゃあゆきちゃんの、日本海味噌って一体何なのっていうね、ちょっと飲んでみたいなっていうふうに思って、今回ね、飲んでみたということで、今飲んでみたんですけどね、まずね、この作ってみて思ったのはね、その商品紹介でね、麹味噌っていうのを歌ってるんですよね。で、その麹味噌とはそもそも何ぞやってことなんだけど、米麹を使っていると。で、なんかね、特徴としてね、この米麹がこう、お味噌汁作った時に、こう、バーッとこう、花のように、こう、舞って美しいというようなね、ことがね、どっかの説明文に、公式サイトだったんですかね。書いてあったと思うんだけど、実際作ってみてね、こんな風になるんだみたいな感じでね、かなりブワーッとこう米麹のね、白い粒がね、ブワーッと出たっていうのはありましたね。あとね、食感に関してもね、その米麹なのか豆なのかはちょっとわからないんだけど、かなりね、なんか粒感がコリコリする感じがあって、それがすごくね、心地よい、小気味よいという感じはあったんですね。
で私はね個人的にあんまり塩分があんまり好きじゃないなっていうところあるんだけど、どうなんでしょうね、ちょっと飲んだ感じとしてはややしょっぱいかなっていうふうにも思ったんだけど、一応ね事前にね食レポをやるにあたってね、この日本海味噌のね栄養成分なんかを私地味に調べてたりするんですが、さっきお話したねその料亭の味っていうねかなりなんかメジャーな、まあ、日本海味噌もメジャーなんですけど、それ以上にね、メジャーなものと比較してもね、あの塩分は基本的に変わらないみたいですね。 12% ぐらいですかね、はい、ということなんで、この商品がね必ずしも一般のものと比べて、しょっぱいということでもないようなんですがね、飲んだ印象としては、うん、ややしょっぱい感はあります。でこの料亭の味と違ってね、その出汁やら味の素やらっていうのは何も入ってない、もう昔ながらのね本当、原材料大豆、米、あと何だったかな、大豆、米、食塩で、あとあの保存用のねアルコールかなんか入ってたと思うんですが、もうそれだけなんですよね。でも自然の旨味のみってことなんでね、やっぱなかなかね現代人と言っていいのか分かりませんがね、もうそういう味の素やらねアミノ酸まみれのものを日頃食べてる私からするとね、ちょっと味がねやはりもうシンプル素朴だなというところがあったんでね、今回ねあのちょっと出汁代わりになればいいなと思って、キノコ汁みたいな感じでね、キノコをね、椎茸入れてみたんですがね、それで、味がねこう深みが出ればいいなと思って入れてみたんですがね、まあいい感じになったんじゃないかなと思います。せっかくだから椎茸も食べようか、これ椎茸を食べるとまた印象、今のところね汁しか飲んでないんでね、ちょっと待ってください。生放送こう細々と編集とかすると思うんだけど、私これ生感覚でね、ライブ感覚でお送りしますよね。またの名は編集がめんどくさいっていう話もあるんだけど、じゃあちょっとせっかくなんでね食べてみましょうか。しいたけ、はい、しいたけ Now 熱そうだな、本当これね作りたてなんですよ。よし食べます。うん、ASMR、 あ、いいですね。やっぱね味噌汁単体だとねちょっとしょっぱいなっていう感じもあったんだけどね、うまくね、キノコとかね具と一緒にこう食べるとこううまく合う感じがしますね。あ、なかなかいいと思いますこれ。最初ね単体でね汁単体で飲んだらちょっと酸っぱい、しょっぱいかなってのあったんだけどね、キノコと一緒に食べるとねすごくね味のバランスが良くなったかな、でキノコはもまあ狙って入れたんだけども、こう味のね、旨味成分を豊富に含んでいるということでね、元々のこの味噌の旨味とねキノコの旨味がねうまくこう絡まり合ってね、深みが出るんじゃないかなと期待したんだけどね、期待以上にねなかなかいいんじゃないかなというふうに思いました。で最後ねちょっと歌を歌って締めたいかなと思いますね、はい。一応ねさっきもお話したんですが、ね、フルバージョンっていうのはねもうすでに投稿してありますのでね、そちらの方を見ていただきたい、このようなわけでございます。ちょっともう一すすりしますか、食レポなんででも歌もねこの歌がねやっぱり、ね、CM ソングなんでね テンポも早いですよね、意外とねのんびりした歌の印象があるんだけど、まあ、よく考えられてる歌ですよやっぱり、15秒とかね30秒とかこう短い時間にいかにねこうテレビ見てる人にこう印象付けるかっていうのを考え抜いてるんですかね、それが CM ソングってことなんで、私もまさにねこの歌のおかげでね、このパックをね、まあ、歌がなければおそらくこの、1キロの味噌を買うことは多分なかったんじゃないかなと思うんでね、そういう意味ではね CM ソングは偉大だなということも思うわけでございましてね、まあ、歌はもういいですかね。なんかね味噌汁飲んだらねなんかもう歌いいかなって気がしましたね。
一応ね、一番最初にノルマをこなしてるんでね、であとさっきも話した通りね、もうすでに動画撮ってるってもあるんでね、はい、あとはどうですかね、まあ、ちょっと歌の感想とかも今入れちゃいましょうかね、せっかくなんで。この曲はね、その CM の中でね、聴く印象としてはね、映像のまったり感も相まってね、すごくなんかほのぼののんびりまったりっていうようなイメージなんですがね、実際にね、いざ私がね歌ってみたやろうと思って歌ってみるとね、意外と難しい、なんだろう、早いんですよね。あとね、間奏とか前奏もこれ聞いてもらえば分かるんだけどないんですよ。いきなりポンと出るんで、こうほら、テン、このテンで合わせないといけないんで、結構ね、歌ってみたをねやる人間としてはね、結構難易度はそういう意味でも高かったかなと、思いましたね。はい、私ね、ビブラートって言ってね、この声を震わせるっていうのがなかなかできない人間なんですよね。この歌い手さんはね、なんかもう40年前50年前にこの曲が撮られたなんていう話、情報もネット上にもあるようなんですがね、もうビブラートも大変に美しくてですね、本当この、黒部、剣、立山のね、この美しい自然にね、実にあったね、この映像が、また CM の映像っていうのも実に美しい素晴らしい映像だなと思うんですがね、それにあったね、素晴らしい歌声だなと思うんですが、なかなかね、このビブラートの再現ってのは難しいなということは思うんですが、ちょっとね、最後もう一回歌おうかなと思うんですが、もう歌はやっぱりいいか、はい、歌はやっぱりやめましょう、もう、はい、じゃあね、今回の動画は以上とさせていただきたいと思います。ちょっとね、この曲の終わりにね、動画の方合わせようかなと思うんでね、他に特に感想とかないですかね。まあだからね、今回ね、この動画を撮るにあたってっていうか、まあそれだけではないんだけど、まあ、1キロね、買っちゃったんでね、これどうやって消費しようかっていうこともあるんですがね、まあいろんな、せっかく買ったんでね、いろんなバリエーションでね、このゆきちゃんの日本海味噌をね、味わい尽くしたいなということは思いますね。はい、ここから歌いますか。じゃあやっぱり歌いますか。ゆるいな。何番。緑キラキラ風渡る剣立山黒部真夏よ、ゆきちゃんの頼りの麹味噌、今朝も爽やかお味噌汁、嬉しいなゆきちゃんの味、あえち日本海味噌。このね、トンと出るんでね、今入れなかったですね。ちょっとネタバレ話になるんだけどね、何気なく撮ったように見える歌ってみたもね、実はね、テイク5ぐらい撮り直してるんですね。日本語版も中国語版も5回ずつぐらい撮り直してます。で、撮る前にね、試しに歌ったっていうのもやったんでね、あれ、また一番に戻っちゃった。どうしよう。まあまあ、まあ喋りますか、だらだら。だからね、まあね、この曲歌うのはね、割と難しかったなっていう話ですね。はい。なんかね、この曲1番から4番まであるんですけど、4番が来るとなんかいろいろ喋りたいことが思い浮かぶって、本当は4番が終わったタイミングでこうそれではまたって言いたいんだけど、なかなかね、このね、一発撮りって難しいんですね。はい、どうしましょうかね。まあ一応4番までいきますか。4番歌うか、最後。やっぱり最後歌う歌わない歌う歌わないって言って、なんかぐるぐる堂々巡りみたいになっちゃうけど、最後やっぱ歌ってみたと飲んでみたを混ぜてみたが今日のテーマだから、じゃあもう一回飲みましょうか、このタイミングで。よいしょ。さあ、これ3番味噌汁が冷めてきた。
やっぱね、具を入れるとバランスのいい塩分じゃないかと思いますね。はい、じゃあ歌って終わりましょう。もみじちかちか燃えるよは、剣立山黒部は秋よ、ゆきちゃんの頼りは氷にそ。で、ここでね、これも余談で今思い出したんで話すとね、15秒バージョンはここで終わっちゃうのはね、ダメだと思うね。どうかね、30秒バージョン復活してください、日本海ミスさん。それではまた。